わ。ここね、真ん中がすごい盛り上がってるんです、ここだけ。はい。なのでこういうところもちょっと気にしてピンアップした方がいいです。これって立つ位置が平たいところで、まあ同じくらいの高さのところにボールを置くってことですね。がいいと思います。ですよね、はい。確かにこうなってる。はい。で、こうしよう。はい、こうしよう。なので私は今ちょっと短く持ちました、つま先上がりの分。分かってらっしゃらない。つま先ちょっとこうつま先上がりになってるじゃないですか。はい。でその分長く、いつも通り持っちゃうとちょっと詰まるんですね。はい。なので、まあ、極端にやりますけどちょっと短く持ちました。はい。その方がダフル確率は下がります。ああ、ダフル確率があってことか。はい。あ、なんかまっすぐ打てそうな予感がしてる。いいですね。あ、まっすぐ打ったら右向いてた。向き、まあ、でもナイスショットですね。そう、今ね、結構いい感じに当たった。でもなんか、あ、今いい感じに当たりそうみたいなのなったなりますよね。うん、ちゃんと構えられる、ね、すごいなった。ですね、イメージしてるよりもっと手前。質問その1、はい、ラウンド中にスコアは数えている方ですか、数えないようにしていますか。あ、数えてます。そして基本的には数えてます。なんかやべえなとか考えてるとするんですか。うん、やばいなーバーディー欲しいな。調子いい時は逆にどうなんですか、持っていったらみたいな感じなんですか。調子いい時は、はい、そうですね、攻めますね。うん、いいね、もうとことんピンを狙ってやってますね。うんうん、調子が悪いときはもう諦める日もあります。もう、あ、今日はこういう日だもう楽しもうみたいな。じゃあもう一個いきますよ。ゴルフ以外の趣味は何ですか。ゴルフ以外の趣味ないんですよね。なくて、じゃあ今までこうちょろちょろと手出してみて面白かったものとか。ちょろちょろ手を出したことがなくて。釣りとかもですか。釣りとかも魚ダメです。え、他のスポーツはじゃあ何かやったことないんです。でもこの間あのスノボーに行って、うん、人生初の、うん、ハマりました。ちょっとあ、じゃあ始まりそう、始まりそう、スノボ始まりそう。スノボ始まりそうな予感がします。え、ずっとゴルフですか。ずっとゴルフです。もうブレずにゴルフです。だからテニスもないですし、うん、もう本当部活程度ですね、テニスなんか特に。でバドミントンはもう本当休み時間程度です。あ、戻ってきた。球が戻ってきた。はい。もうちょっと左向きましょう。はい、そうです。はい。こうだ。うわ、あら、右行っちゃった。ヘリ、はい、まあまあいいや。まだ早いんだな。あー、でもやっぱり右に行く。でもだね、なんだかだったんだろう。はい、気持ち悪い。なんかね、あ、多分今、はい、わかんないです。体が回ってなかったのかも。で、自分、そうね、ちょっとずっとこう
開いて当ててました。あ、やっぱり、うん、いつも開いちゃうんですね。できればクラブが自分を追い越すイメージで振っていただけるといいです。あの飛距離は飛ばなくてもいいのでクラブが先です。こうか、はい、ヘッドが自分より先にこう通過していくようなイメージがいいです。多分向こう気になっちゃうんですかね。そうそうそう、追っかけてますもんね、ちょっとね、こうあ、また右向いてる。ヒルディンを言おうと思ったんですけど、はい、打てないクラブ全部外してていや通りでなんかスカスカだなと思って。そう、10本しかないです僕で3番ウッドも、はい、ちょっとドライバーと6番の間がないから買ってみたっていうだけで、うん、練習中です。なるほど、はい、みんなユーティリティを使えとか言うんですけど、はい、その前にちょっといろいろあれだなあれだな。なんだな。これいいショット打ちますよ。ちょっと語りすぎた。ちょっとあれを修正しときました。あれだな。フリーに当たるとコツンってあっち行くんですよね。なんでちょっと手前だと思うんですよね。取れてたんですよ、パー1回で5回とか6回とか、はい、なんで取れたのか分かんないですもん。もう今はもうちょっと取れないって思っちゃってる。もうダボギーでシャッみたいなそこから変えて意識改革意識改革からじゃあもうダボいらないんで意識改革、うん、ダボになったらもうガッテンみたいな感じですかガッテンみたいな感じあれは見えます。波々が見えます。見えます。ここは、はい、うん、かけた方がしっかり見えます。見えますね。なんかいつもあの辺に落とそうとみたいな考えしかなかったから。赤なんで大丈夫です。習ったことを無駄にしないように、はい、短めに持って、はい、左足かかと、もうちょっと内側入れてもいいです。あ、逆です、こっちです、はい、はい、でヘッドが追い越す、はい、これなんですね。こういう動きになってるので、はい、この重心で打ってます。
右を重心で打っちゃってるので、はい、なのでちょっとまだ右持ってるの、なのでかかとが上がらないんですね、右に乗ってるので、うん、左に乗ればかかとが最後、あ、これいいことなんですね、あ、これはいいことなんですね、はい、右足にかかるってことは右足最後上げることできない、あ、すいません、ありがとうございます。僕今最近こういうのが多いんですよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。